俺は千田、小学校の教師としてこの鹿児島に来た。ご紹介いたします、千田先生です。東京から来ました。どうぞよろしく。わあ、東京の人だ、かっこいい。軟弱そうだな。趣味は裁判の傍聴。映画とは違う真実のドラマにすっかりハマってしまった。鹿児島の裁判はどんなのかな。被告人は組員と共に被害者の家に押し入り、ヤクザ者が女性に乱暴した事件が東京でも割とあったな。だが事件の内容を聞いていくと、そんな甘い事件ではなかった。え、やば、鹿児島やば。事件の数ヶ月前から被告であるヤグラは水江という女性にしつこく迫っていた。なあ水江ちゃん、結婚してくれよ。お断りします。まずはまともな仕事についてください。なんだ、極道は仕事じゃねえってのか。チッ、嫁が欲しいな。俺も夫嫁女して。あれ、親父はどうやって結婚したんだっけ。同じヤクザもんなのに。そうだ、夫嫁女だ。被害者女性の水江は極道などと無縁のお嬢さんだった。水江、学校はどうだ。とても楽しいです、お父様。水江は漢文で一番の成績を取ったんですよ。誰です、あなた方は。夫嫁女だ。夫嫁女だと。水江、ひどい姿に。こうなっては仕方がない。着替えたら3人で出かけよう。警察へ行くんですね。いいや、警察沙汰にすれば奴らはお前を傷者にしたことを言いふらす。決して嫁に行けないように。あのヤクザ者のところへ行くんだよ。娘を嫁にもらってくださいとお願いするために。そんな古い風習に従えません。戦争が終わり、日本は新しい時代を迎えたんです。私、警察へ行って何があったのか全てを話します。水江。鹿児島には男性が女性を傷者にした上で女性の両親に頭を下げさせて嫁に取るというおぞましい風習があったのだ。夫嫁女は古くより続くものであり、地元では合法と認識されております。その点に関する配慮を求める嘆願書が地元住人たちから提出されております。こんな風習が合法ってどんな土地だ。続いて姿を現した証人に俺は目を疑った。校長、なんで被告人側の証人に。私は子供の頃、夫嫁女に向かう集団の先導で提灯を持ったことがあります。悪い風習ではありません。小学校の校長が犯罪を肯定するなんて、到底受け入れられる風習ではありません。被告人、懲役3年の実刑を言い渡します。俺たちの伝統をないがしろにするのか。バカな裁判官は鹿児島から出ていけ。裁判官は転勤制であり地元の人間ではない。まともな判断を出してくれたのは救いだった。やめさせてもらいます。急にどうしたのかな千田先生。このような土地、校長のような方の下で子供を教育することなどできません。夫嫁女にも鹿児島にも生涯関わりたくない。東京に帰らせていただきます。お、何か勘違いしていないかい。夫嫁女は子供たちのお祭りだよ。子供たちの。嫁をよこせ。それはやれん。じゃあこれをよこせ。それもやれん。代わりにお菓子をあげるからね。はい。それが夫嫁女ですか。海外にハロウィンという祭りがあるらしいが、それの日本版といったところかな。新婚の夫に妻を守るという意識を与える目的がある。でも校長は法廷でヤクザをかばうようなことを。ヤクザ、何のことかね。わしは知り合いの弁護士に夫嫁女が悪い祭りではないと証言してくれと頼まれたから、ああ言っただけだよ。事件のことは知らなかったんですか。おそらく弁護士は詳細を伏せて校長に依頼をしたのだ。被告側に有利な証言を引き出すために。
お前ら裁判所に来い。夫い嫁女で女をさらうのは鹿児島じゃ当然の習慣だって騒げ。裁判官ってのはよそ者だ。騙しちまえばこっちのもんよ。あと知り合いに嘆願書を書かせろ。それが地元住民の声だってことにすれば減刑されるかもしれねえ。うっす。これが真相。夫い嫁女が恐ろしい習慣だというのは犯罪者がばらまいた悪質なデマだったのだ。しかしマスコミはヤクザたちの言い分を鵜呑みにしてしまった。あんた早く帰ってきなさい。鹿児島はとんでもないところだって新聞に。いや母さん違うんだ。お兄ちゃんが悪い人のお嫁さんにされちゃう。情報がねじ曲がりまくってる。このせいで鹿児島は恐ろしい場所だという誤解が広まっていたのだ。今日の動画はいかがでしたか？コメント欄より動画の感想をお待ちしてます。